ノルウェーの小説家、詩人、劇作家で、ヘンリック・イプセン、ビョルン・スティルネ・ビョルンソン、アレクサンダー・ヒエランと並んで19世紀のノルウェー文学の4人の偉人の一人として考えられている。ヨナス・リーは、ノルウェーのブスケル県のアブラー・イカにあるホックスンで生まれた。リーの父親は、彼の息子が生まれた5年後、北極圏内にあるトロムソの保安官に任命された。 若いヨナスリーは彼の人生で最も多感な6年間を遠く離れた港町で過ごした。彼はフレデリックスバーンの海軍学校へ入ったが、しかし彼の不完全な視力が原因で海での生活を諦めた。彼はベルゲンにあるベルゲン聖堂学校に移った。1851年にクリスチャニア大学に入学、イプセイやビョルンソンなどと地具を得る。 彼は1857年に、法学科を卒業後すぐに、秒差とスウェーデンとの国境の間にある町、コングスビングラで実習を積んだ。ヨノスリー・コングスビングラでの顧客は多くなく、リーは新聞に寄稿する時間を見つけ、クリスチャニアのいくつかの雑誌の頻繁な投稿者になった。彼の最初の作品は1866年に出された一巻の詩であったが、成功しなかった。 彼はもっぱらジャーナリズムに専念していたその後の4年間は熱心に働き、報酬も多くをもらわなかったが、執筆者としての準備を得たことと、次のキャリアへ役に立つことを証明する能力を手に入れていた。1870年、彼はデン・フリーム・シントを出版した。これは海の激しい物語と北方の迷信を綴った著作である。翌年にはノールランを再し、 フィンマルク県を旅した。1874年からノルウェー議会は彼に私人年金を与えるようになった。政府から少しの恩給を受け取り、彼は幼児期の場面にヨーロッパで見つけることができた最も大きな対象を探した。そしてローマへ向けて出発した。一時は彼は北ドイツに住んだ。次にバイエルンに移住した。そして冬はパリで過ごした。 1882年になって一時はノルウェーを訪ねた。しかし、ヨーロッパ大陸に戻った。彼の自分の生まれた土地からの自発的な国外追放は、クリスチャン三次閣のホルスカジェンに定住した1893年の春に終わった。彼の作品は、それからが多く出されたものである。ヨナスリーは、しばしば彼の著作の中で、自然や農民の暮らし、 ノルウェー国民の社会精神を映し出すことをしばしば探し求めていた。彼の作品は家庭生活を女性の知識階層の知識面や社会的な制限の描写を含む様々な場面でもって取り扱ってきた。リーは多彩な作家であった。リベラルでモダンでもあったが伝統にも強く根付いていた。リーの最高の作品として考えられているのは ファミリアン・パー・ギリエである。この作品は役人の家の生活の印象的な記録であり、そしてこんな家庭の娘にわずかな選択肢が与えられているものである。彼の二つの短編小説をまとめたものはトロルドと呼ばれていて、ノルウェーの北方の沿岸に住んでいる庶民と漁師たちの迷信を取り込んでいる。そして多くの選集された短編小説エリアスザ・ダラフが 先週の中に含まれている形で、グランダル・ノースク・フォーラグより、オリジナルが出版されている。そして1983年に、ロワルドダールによって、ロワルドダール・エス・ブック・オブ・ゴースト・ストリーズ、翻訳は、ロワルドダールの幽霊物語の中に再版されている。1904年、ノルウェー国王はリーに、西欧ラブ勲章第十字章を授けた。彼は、 1860年に彼のいとこであるトマシーネ・ヘンリエッテリーと結婚した。彼らは5人の子供を授かったが、そのうちの2人が若くして死んだ。ヨナスリーは1908年にサンビコのフレスコムで死んだ。妻のトマシーネが死んでから1年経っていなかった。彼らはノルウェーの作家で文化資屋であるエルクリーの両親である。ヨナスリーは 作家のベルントリーのおじにあたる。トマシーネ・ヘンリエッテリーは、ノルウェー生まれで、アメリカで活躍した画家のヨナスリーのおばにあたる。ありがとうございます。